新型ホンダシビックタイプ R が先代のタイプ R リミテッドエディションの鈴鹿記録を抜きました。デビュー前早くも FF 最速に、ホンダは鈴鹿サーキット国際レーシングコースで新型シビックタイプ R の最終的な性能評価のための走行テストを行った。走行テストの結果、FF モデルで最速、 2022年4月現在となる2分23秒120ホンダ測定値のラップタイムを記録した。今回の走行テストは量産前の最終開発車両で行われた。従来の最速ラップタイムは徹底した軽量化や専用装備によりピュアスポーツ性能を追求した仙台のシビックライプ。 R Limited Edition が記録したもの、今回そのタイムを更新したことについてホンダは、新型シビックタ Type R のサーキット性能がさらに向上していることを示していますとコメントした。新型シビックタ Type R は、すでに東京オートサロン2 0 2 2にてカモフラージュ姿で公開されている。外観はクリーンになった新型シビックのイメージを 引き継いでいるように見える。車体後部にはセンター出しとなる3本のエグゾーストパイプが顔を覗かせる数値スペックはまだ明らかになっていない。2022年夏の登場を予定している。